どうも TQQ です。前回の調整から3日、本日もミニパッチが実装されてます。では早速内容を紹介していきます。ロードホックのテイクアブリーザー、リソースの再生レートが毎秒10から8に減少、右側のゲージの回復量が2減少しています。あと最大回復量が450から400に減少、全部吸い切った場合の回復量が50減少してます。クールダウンが 1.5 秒から 1.25 秒に短縮、 CT は若干減少して使いやすくはなってます。ただ回復量とリソース再生が弱体化されてるんで、まあ、若干ですけど柔らかくなった印象です。タンクのパッシブのヘッドショットダメージ 25% 減少と相性が良すぎた、まあ、穴がいないと一生溶けへんみたいな感じがあったんですけど、弱体化するほどかとも思いますよね。ホールホック、ノックバックが14から16に増加、ペレットごとのダメージが7から6に減少、ノックバックが増えてダメージが減少してます。吹っ飛びやすくなった分ダメージが減っちゃうんで、まあ、弱体化かな。環境キルはしやすくなってます。こちらもタンクパッシブのノックバック半減と相性が良すぎたんでしょうか。吹っ飛ばずにまともに食らってもうたらえぐいダメージ入りますもんね。シグマ、グラビティフラックス仕様を元に戻しました。今後は射線を確保しない限り相手を持ち上げることができませんと、中間パッチ前に戻った感じですよね。え、ここ浮くんみたいな現象結構ありましたもんね。今回の調整はホグの弱体化がちょっと痛そうです。あ、最近ありかもって思ってたんでちょっと悲しい。回復についてはそこまで変われへんかなと思ったんですけど、アルティメットはちょっと弱くなった感じがあります。中間パッチ前くらいの感じですね。調整後のロードホックを試してきたんでぜひご覧ください。バレドル、俺らのジャンカーズトラッパーがコンボトラップ、なんか活動してるけどこれはちゃうな。もう一回やる、もう一回チャンスある。俺らここら辺に置かんか。オッケー、熱なんか絶妙な距離感保つな。ないんかな。あ、なんかいる。あぶねー。うわ、またここやん。これ壊しときて。いや、フック来る。入られへん。なんやかんやジャンクラとのコンボがホグやってていっちゃおもろいわ。あ、ここはポークマップやからポーク。いや、もうスキルでめっちゃ避けてくる。避けないでほしい。よいしょ、ホグも行って、あ、避けないでほしい。真上、真上レディ、真上レディ、もう全員3人レディやねんけど、ちょっとキスなってるか、ちょっとキスなったか。俺でいけたなこれね。な、やっばー、起きた瞬間にドラップ踏む。これあれ死んでない。んー、ナイス、逃げ足早っ。くっそ、マジで避けないでほしい。ライフイーバー、これ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 
あ、危ない危ない危ない、やられかけた今。どうなった？裏からドン。いいんですか、オリサさん。え、なんかベンチャー、そう、潜り使ってるやん、使ってるやん。おいしょ。無理か。よし、一人。腹のめっちゃ近距離で。どう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 。どうなってる？どこー？おーい！嘘やろ？ 12！ 落とされへんのかな？はーい！ POTG を狙いに行く作戦。リーパーはどこ行った？こんなとこにいるやん。怖いねー、やたらと。ナイス。ここ気持ちよかったな。なんかホーロックも弱体化したっぽいけど、まだまだいいな、火力全然出るな。うわ、いろいろマジか、いろいろローなはずやねんけど。やぶねー、やぶなくない、全然取られとるこれ。はい、もうハルトの後ろからやっていく作戦やから俺。ハルトはもう一番最後。なんかこれ潜ってる時に絶対問題ないルガーは言うねんけど、そういうキャラ。ハルトじゃ何も守れねえんだ。なんて？なんか言った？ハルトじゃ何も守れねえっていうところを教えてやんよ。無視無視、振り込んどいてくれハンマーをな。はい、ナイス、俺が守る。よいしょ、シャタール。ああ、そう知ってた。だから何ですかっていう話ではある。え、撃たれへん。弾撃ちプリーズ。穴きつ。穴きつ。